さん、今期の目玉です。今日はお台場のダイバーシティ東京にやってきました。ていうか風邪をひきました。ちょっと声ガラってるよね。今ね、ラウアンとテニプリがコラボしています。こちらの店舗は白石くんと種ヶ島先輩がお出迎え。セグウェイ乗っている。多分店舗によってキャラクターが違うんだよね。はい、こちらは物販で売っているグッズたちです。オーロラアクリルスタンドに、隣は SD のフレフレアクリルスタンドです。これ超可愛いな。こちらは応援ミニのぼり、いろんな学校全10種ののぼりが揃ってました。こちらは技名ステッカー、全4種あります。いや、アトベキングダムとかマジ欲しいな。こちらは2連アクリルキーホルダーで交渉が一緒についてます。わかるよ、こいつが欲しいんだろ。ポケッコです。いや、ぬいちゃん出るなんて聞いてなかったよ。制服がボディに印刷タイプですね。そしてその横はフレフレキーホルダー、スナップショット風カードがありました。店頭の2人に合わせたデカ応援のぼりもありました。さあ、それではコラボルームに突入します。今回のコラボルームがね、全然予約が取れなくて、池袋はほぼほぼ埋まってて、ダイバーシティ東京プラザがギリギリ取れました。はい、ラウアンコラボルーム恒例のドアの絵です。秋葉原コラボルーム内は入った瞬間から一面テニプリショックでした。 MV も流れたりしててね、テンション上がらないわけないですね。これ全国の評定の女、アトベマイクがあったぞ。このアトベマイク、なんかダムの会員に登録した後に歌って、しかもその後抽選で3人しか当たらないという伝説のマイクなので、ここでレプリカが見れてよかったです。普通に売ってくれ、こういうの。3万円までなら出すからさ。これでチャムポ歌いたいね。こちらコラボフードになります。ドリンクは4種、フードは実質3種。え、これグッズほぼほぼソールドアウトになってるんですけど、どういうこと、どうなっとんねん。応援のぼり欲しかったよ。これ割と始まって1週間後とかに行ったんですけど、今は復活してんのかな。しゃねえので、ここにある卓上パネルを見ますよ。今回のイラスト美酒がいいよね。顔よく見るとね、かなりみんなかっこいいんですよ。あとね、学校の帰りにラウアン寄ってるっていうシチュエーション風で、みんな制服なのがいいね。コラボドリンク来ました。左からブラックホール、エクスタティ、ポンタ、雪村のドリンクです。ブラックホールはアイスティーです。クラッシュドコーヒーゼリーにアイスコーヒー、ホイップ。エクスタティはブルーハワイシロップにウーロン茶、マンゴーチャンクが入ってます。ポンタ豪華版はグレープシロップ、炭酸水とホイップです。雪村のドリンク、カムカムにミニツメイドオレンジジュース、ビビットマーブルアイスが上に乗っていて、ポッキーも入ってます。フードも到着しました。コラボポテトのヤマト部長のバージョンとアクトパンケーキです。氷の世界はただのかき氷だったので頼みませんでした。あとこれね、小さな発見、みんなの卓上パネルの後ろにね、ラウンド1って書かれてました。ただ白石くんだけ白石って書かれてたの。店員さんの中で白石くんだけ見分ける必要があったのかな。全部揃ったので記念撮影をします。今更だけどパネル独り占めできるって結構贅沢。というわけで各ドリンクを飲んでいきます。ブラックホールはちゃんと苦い、ネーミングで落ちエクスタティー、ブルーハワイとウーロン茶ってどうなん。これはさ、四天王寺の緑を再現したかったの。ティー要素は抹茶じゃダメだったのかな。いつも私たちにサプライズをくれるテニプリと同じように、サプライズの味覚をくれるコラボドリンクでした。エクスタティー、ポンタはグレープと炭酸なので飲みやすかったです。すっかりアイス溶けちゃった。雪村のドリンク、これも基本がオレンジジュースだからね、飲みやすかったです。アトベ様のマイクが当たるキャンペーン、こちらはアプリ登録が必要のようです。多分もう見ることがないので、しっかりと観察していきましょう。アトベマイク、本物はマイク機能ついてるんでしょうか。当たった方いたら教えてください。食いすぎた。
カラオケの後はボウリングに行きました。なんか女子のための手に優しいボウリングの球もあったよ。もうボウリングとか10年以上ぶりにやる気がします。ちゃんとできんのかな。スコアエースをしっかり新テニスの王子様に変えていきます。ガーターです。全員集合して慰めてくれます。ちなみに自分のダメダメフォームは2カメでちゃんと確認させてくれます。それではコラボ特典開封していきます。まずこちらコラボルーム使用特典かな。コラボルームに入ったらもらいました。じゃあ1枚目、せーの、はい。お、あー、これなんかラウアンの会員カードモチーフなのかな。りょうまくんと徳川先輩のカードになってます。なんとか円ごとにスタンプ、ブラックホール使用禁止、徳川対策がされてます。ボーリングの王子様って君のことなの。さあ次、2袋目、せーの、はい。おー、いつも逆、はーい。こちら声楽部長コンビです。手塚くんと大和部長です。裏ちなみにこんな手塚ボーリングを楽しみすぎだから、あれか、大和部長もなんかマイグローブをはめてて結構2人ともボーリングガチ勢な感じなんだね。さあ次、こちらがフード注文特典です。コラボフードを注文するともらえるやつですね。私はコラボフードを6品頼んだので、6枚特典が来ました。いやー、誰がいいかな。やっぱり今回はね、今回は、手塚くんがボーリングガチ勢で面白いのと、やっぱりアポベ様は当てときたいです。まあ、お二人くんいないからね、誰が来ても嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、さあ、誰でしょうか。はい。あ、白石くんでした。これはなんかこういう風に折って立つらしいです。ちょっともったいないんで折らないですけど。はい。1枚目白石くんでした。2袋目。せーの。はい。あ、アトベ様来た。いや、あのね、このアトベ様ね、髪かき上げがえぐいのよ。大変お美しいな。これ結構今年のベストアトベ様入るんじゃなかろうですか？しかもちゃっかりアトベマイクもあるしね。腹散らはしてそうでしてない。あ、中学生なのでそういう見方で見てはいけません。大人としての矜持。さあ次、3枚目。でこの構造上さ、頭をつまんで開封することになっちゃうね。せーの、はい。あ、龍馬くんとデカカルピンでした。デカーデカすぎんだろカルピン。いやー、龍馬くんもだけど今回みんな美女いいな、かわいい。あとこれ学ランでさ、放課後っぽいのもいいよね。みんな制服で放課後ラウア遊びに来てるぜっていうシチュエーション良きです。はい、次4袋目、いきます。せーの、はい。あー、はーい、こちら毛利寿三郎くんです。うわー、マラカス、カラオケでマラカス振るタイプの男なんだ毛利寿三郎くんは。どう、毛利寿三郎くんだったら許せるか。私は基本的に自分が歌ってる時にマラカスもタンバリンも許せない女なんですけど、毛利寿三郎くんだったら許せる。で、自分が歌ってる時に毛利寿三郎くんがマラカス振ってこうなんか盛り上げてくれてるっていうシチュエーション結構熱くないですか？だし、なんか毛利寿三郎くんだったらなんか多分いろんな歌を歌っても大丈夫な気がする。いろんな歌を歌っても惹かれないっていう安心感があります。まあその恋愛対象じゃないんやろな、お互いに。そう、なんか夢女目線で見ないけどいい友達になれそうみたいな王子様はたくさんいるよね。あ、結構筆頭走っての高校生勢だと思うよ。うわー、今回いないけど厚京となんかお化け屋敷とか行きたいもんな。絶対楽しいと思う。さあ次5袋目、
せーの。はい、やったーやった、手塚部長来ました。あー、やばいから腕見切れてんのやばいから。はい、こちら手塚部長です。やっぱり手塚くんもちょっと今回美女かなりいいよね。かなり凛々しい、なんか貴族感が増しましたね。はい、こちらボーリングガチ勢の手塚くん、だいぶだいぶ本気出して投げてますね、真剣に。いやー、手塚がガーター取ってるとこ見てみたい。国光がガーターするとこ見てみたい。だって絶対テニスばっかじゃないですか、手塚くんは。だから確実にガーターを出した世界線はあるんですよ。こんな真剣な顔でガーター出してもらいたいな。一発で好きになるな。伝説でしょ、伝説の回になるな。はい、それでは最後6袋目開けてきます。最後誰だろう。開けます、せーの。はい、おー、はーい、徳川先輩来ました。はい、徳川先輩来ました。え、徳川、お前すごい穏やかな顔で笑っているじゃないか。いやー、これは中くらいのカルピン人形を持ってますね。他にもこのマイバッグに多分なんだゲーセンで取ったプライズを入れてくれてますね。なんかごまちゃんとトマトが入っています。はい、というわけでラストは徳川先輩でした。すごい、いっぱい王子様いる。これ結構いいな。なんか前回テニミの時はさ、そのカップ、お前回のラオアンとテニミコラボの時はカップスリーブだったじゃないですか、特典が。だから結構眠ってるんですけど、ストレージに眠ってるんですけど、この子たちいいね。なんかこのタイプのグッズ初めてですし、なんかちょっとしたアクスタ感もあって嬉しいです。はい、実際コラボフードとドリンクはそこまでの展開なかったので、こういう風にねグッズで喜ばせてくれると嬉しいです。あー、でもグッズだいぶ全部ほとんど売り切れてたんだ。なんとかせーい。というわけでテニプリラウワンコラボ、Vlog 動画でした。アニメも始まったからね、無言のオスタリ君をちょこちょこ見るけど、いつか喋ってくれるんでしょうか。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。お相手は目玉でした。バイバーイ。